皆さんこんにちは。今日は大谷トレーランドに来ました。これからこのダメ型の壁に挑戦します。闘志のあふれてる予備です。見てください。はい、見ての通り相当高いです。これ2メーター50くらいですかね。大体多分それぐらいです。相当ね、下でこう構えるとき本当に壁っていう感じな大きさですね。それでは挑戦。はい、このような感じでねセットして、はい、状態の確認をしっかり整えてから、このでかいステアに挑んでいきます。まずは普通にご覧ください。素晴らしい。スローです。じっくり。さあ、壁を走ってます。はい。別角度からも撮ってみました。上からですね、撮っておりますが、今回は。すごい景色にね、ちょっとロケーションにいい場所でして、巻いてます。ここから飛びつきはスローになります。バイク立てて完璧ですね。押さえて素晴らしい。ここから斜面です。なんとベルティゴは4速だそうです。すごいですね、4速でもあんだけついてきて、エンジンが素晴らしい。完璧です。すごい景色、綺麗で天気も良かったです。はい、降りてきました。この誇らしげな顔です。はい、ここからは GoPro での撮影です。めちゃめちゃ綺麗に空が映ってますね。本当に最高の天気でした。ただ暑いです。熱中症だけは気をつけて練習に取り組みました。ここでのでやっぱ高いですね。今日はこんな感じで撮りました。いや、はい、セットして構えてます。ここからですね、来ました、スローです。で、本当にヨシト君はダム型のステアがめちゃめちゃうまいんですよ。押さえとかいい具合に体が遅らせてこの走らせるの本当にうまいです。すごい。はい、最後に僕の映像です。ちょっと今回はずっとヨシト選手の走りを撮ってましたので、自分のがあまりありません。最後にどうぞ。同じものを攻めてみました。構えた時すごい高かったですね。普通に見てください。結構ね、高くて怖かったです。行きました。最後はスローで。変えて飛んで、また壁でしっかり押さえます。で、上がってきます。行けてよかったです。はい、こんな感じです。はい、今回もコビージー YouTube ご覧いただきありがとうございました。今回ですね、2日間ですね、昨日は亀岡トライアルランド、今回は大谷トライアルランドで2日間連続だけど、ヨシト選手と練習しました。なかなかいい練習ができ、お盆も最高なトライアル日和でした。まだまだ僕らも頑張るので、これからもぜひ応援していただけたらなと思います。そして、全日本選手権ももう間近です。全日本選手権に向けて僕らも頑張ります。またよろしくお願いします。ありがとうございました。